ね、あるチャレンジをしてみようかなと思ってるんですけど、マウスホーンって知ってますか？今日どんな痛みにも、どんなアンチのコメントでも耐えれるように鍛えていかないといけないんで、ちょっとこれを今日はやってみたいと思います。3、2、1。はい、どうもオーバー TV のアクです。という感じでね、もう本当にやりすぎ、キヨさん全部やりすぎ、あの日輪と思い出すのもそうやし、最近でもキヨさんあれだな、出演率高いよな最近、よう呼ばれるなほんまに多いし、もうこれどうすんこれ、いやこれめっちゃ綺麗に丸めたけど結構頭の形綺麗。いやそうだね、意外や。でも俺落ち武者の方が好きやった。落ち武者の時の方が、あっちの方が好き。いやでもまあね、これは申し訳ないという気持ちですね、僕の懺悔なんで申し訳ない。1000に行かなかったというは罰、あと今年ねやってしまったんで、また YouTube をそれと罰としてね坊主にしましたけど、今回はちょっとねあるチャレンジをしてみようかなと思ってるんですけど、マウスホーンって知ってますか、キヨさん？マウスホーン、マウスホーン、あの芸人のチョコプラが口にくわえて音が鳴るので、2、1、GO。 こちらです。これがマウスホーン、見たことあるっす？ああ、テレビで見たことあるっすか？あるよ。これが売ってたんで、ちょっとね、どんな痛みにも、どんなアンチのコメントでも耐えれるように、ちょっとね僕自身も鍛えていかないといけないんで、ちょっとこれを今日やってみたいと思います。4種目ぐらいちょっとご用意してるんで、ちょっとやりましょうか。まず一発目はケツバットでいきましょうか。ケツバット地味に硬い、これ結構硬いな。あのちょっと書いてみます。これね、あの子供用のやつなんだけど、めちゃ硬い。ここ空洞になってないけん、しっかりしろよ。痛いで、絶対絶対痛い。え、これもう本気でいくよ。はい、本気で来てくれです。俺はね、我慢できるんで、なんたって。え、じゃあ行くよ。振り抜くよ。どういうことよ。キヨさん3、2、10、キヨさんが言うと待っていいですか？じゃあ行きます、3、2っていう感じで。ああ、急に来られたらやっぱ怖いんだよ。ああ、エースキヨさんカウントして来てください。ああ、オッケー。じゃあ行きます、3、2、2、2。一点し息できん、これ次行きましょう。次次次は月で、次これね、これ行きましょう。これ知ってますかね、あのみんなゾクゾクするやつ、めちゃくちゃゾクゾク。多分ちょうど僕ね坊主になったね。これは多分、これはでも耐えれるわ、これ耐えれる。これ地味、地味だな。これはちょっと地味じゃん。次行こう。じゃんじゃん行こう。それじゃあね、次はね、やっぱチョコレートブランドだったの
本家もこれやってたんで、これね、足つぼ。健康だったら痛くねえけど、ああ足つぼだけど。りょうちゃん健康よな。どっちかって健康なの、うん、全然いけるよ。ああ、ジャンプ？オッケーオッケことんだな。どうだった？ジャンプしようよ。これは痛えだろう。痛えでしょこれ。これは痛え。もうこの時すでに痛え。この上で20してやる。20。まだ踊れるじゃろ。あれよ、20かどうかわからんもん今。はい、それではね、いやこれはきついわ。最後これいきましょうか。ダイソンで乳首を吸うっていうね。うんこだな。なくなるよ。うんこだな。ちょっとやってみようか。乳首ダイソン吸うなだな。じゃあ行きましょうか。まあ。ごめんない。乳首ダイソンすらだな。やっぱダイソンすげえな。ダイソンすげえ。さすがダイソン。吸引力が抜群だな。どうだったでしょうか。本日の動画は。まあね、こうやってね、ちょっとおバカな企画もいろいろこう盛り込んで、オーバン TV でね、やっぱ今コロナの関係で落ち込んでるんで、少しでもね、皆さんに笑顔になってもらうと、頑張っていきますんで、よろしくお願いします。やろう、今日。いや俺は、俺はいいよ。やっと来ましたよ、この時が。このままやられっぱなしっていうのは俺もどうかと思う。そうだ、もう少しで節分だな。さあ、諸君、パーティーの始まりだ。俺が何するかはお分かり？